こんにちは、フューチャリストボイスです。ボーカルのコ。ギターのユキヒロです。ベースのビービーです。ドラムのシュンです。はい、はい。ああ、メイクするの忘れてた。せーの、トントン、セイ。というわけですね。ビジュナビさんによる、フューチャリズムボーイズが行く誰の旅、イエイ、ごめんな、ちょっと俺さっきすっぴん、いやちょっとあれひどいんちゃうか、カットできるかな、カットできんやろあれ、いやカットしといてよあれは、しかもちょっと濃いよな顔、え結構すっぴん濃いんやな、まあ、すっぴんよな、前から濃いと思ってたけど、うん、結構濃いんやね、そうそうそう、だってあれやからな、結構身長高いやろ、結構タッパーあったそうやろ、タッパーあったし、俺あれやねん、メイクするっつうか、今あれ膝で歩いてるもんな、基本パッツンパッツンやったもんね、マジでそうそうそう、上着もパッツンパッツンやしね、そうそうそう、やっぱりちょっとこうなっちゃった、そうそう、ビジュアル寄りの、体型ガキーンってしてるから俺メイクしてる、えーいよいしょ、というわけですね、はい、今回はやっぱ奈良の旅って言ったら、そのやっぱりこの世間の人は奈良って言ったら奈良公園とか大仏とかって思うやんか、まあそうでしょうね、まあ代表的なところとしたらな、でも今回やっぱ2、うん、奈良の2になってほしいから、ちょっとコアな部分を、そうそう、まあ、コアっつうか、まあ、有名やねんけど、うんうん、有名やねんけど、あんまり奈良公園は行ったことあるけど、ここは来たことないんちゃうかなみたいな、よっよっよっちゃよじゃないよえ、なんかお前向かってくる、今回は法隆寺、はい、法隆寺を紹介したいと思います、はい、それではね、向こうに法隆寺あるから、うん、行きますか、とりあえず行きますか、はい、うん、はい、ビジュアリズムボーイズの旅、うん、行こうよ、よいしょ、よいしょ、じゃあ行きましょう。こっから見えるかな、この見晴らしの良さ、これが法隆寺の良さ、やっぱりそのビジュナビさんにさ、こうやってバーって取り上げてもらうの、こうガッて取り上げてもらうのとか、まあ、今までそうそう、フールさんと連動でな、うん、取り上げてもらうのとか初めてしな、うんうん、まあ、気合いは入ってしまう、せやな、やっぱりちょっとやっぱなんかせなあかんのちゃうか、ああやっぱり広いで、せやな、なんかせなあかんよな、フューチャリズムボーイズが見せる時予想するか、時予想、あ、いや、キュッとこれ、これ何がしたいねこれ誰がおもろいね見てて それじゃあ番外編でーす。ここの宝安さん、宝安さんでちょっと奈良の、いて、奈良のやつ楽しみましょうかね。お、あれやな、趣があるな、奈良の趣が。じゃあビビ、ビビ顔でっかいな、誰が顔でっかい誰が顔でっかい、はみ出てる画面からどんだけでかいの俺何食べよう、せやな、やっぱ名物食べた方がいいんちゃうか、名物は、うん、もんじゃまん、もんじゃまん、肉まんの中に、うん、もんじゃが入ってるっていう、へえ、それでも奈良の名物じゃないやんな、
奈良の名物で言ったら、うん、あ、わらび餅かな。わらび餅か、うん、いや、ぜんざいでしょ。ぜんざい、ぜんざい、奈良の名物じゃないけど。え、ぜんざい、奈良の名物ちゃうの。いや、あの、BB の髪の乱れ方半端ないっす。いや、そんな気にせんからな。まあまあ、奈良や、うん、奈良や。かっこいいよ。おぉ、マイケル。誰がマイケル。いや、ほうって言うてん。ゆきひろは何行くの。いやー、ぜんざい飲みたいな。飲みたい。飲むもん。いやいや、お前飲み物では。ぜんざいって飲むもん。いや、飲み物では、飲み物ではないな。ぜんざい飲み物、飲み物に入るんじゃないの。え、食べるで、食べるものや。じゃあ飲み物でしょ。味噌汁と一緒でしょ、うん、餅入ってんのに。じゃあ味噌汁も飲むもんやな。よっしゃ、決まった。じゃあ何行くの。生姜焼き定食。なんで普通、なんでガッツリや。俺ビールと枝豆。えっつって名産行けっつってんね。名産行け、奈良では。ビールと枝豆行くね。行くよ。いや、奈良では行けっつってん。激しくな、どういうことや。どういうことつまみ枝豆。え、アイス笑いや。アイス洗いしてるやん。おつまみ枝豆。あ、これ、はい、あ、これすごいな、つくしこれ。はい、つくし。はい、ビビ枝豆来たよ。つくしとかけまして。つくしとかけまして。はい、ちょっと声でかい。つくしとかけまして、かけまして。今の BB と解く。はい、今の BB と解く。その心は張る。声を張る。ちょっとうまいかもしれん。ちょっとうまいかもしれん。うまいのもうまい。ありがとうございます。マイケル。おお。でマイケル何頼むねん。誰が楽しいねん。だからマイケル何頼むねんって。俺とかビールやっつって。あかんっつってんねんお前。番外編やつってあかんっつってん。俺ビールとカツカレー。ビールとカツカレー。うん。ほな頼めよお前それ。ええか。うん、ええよ。経費落ちやけど。OK。経費落ちでいいか。シュンは？シュン何行くの？キュン。え、キュン。キュン。今しかもあれやんな。キュン、キュンじゃなかったな。キュンって言ったやんな。いつからそんな、なんかちょっとラブラブな。キュン。めっちゃ甘いでよ。シュン何行くの？あー、シュンは今日寒いっつだもんな、うん、だからシュンは暑かん。いや、飲めへんやん。絶対飲めへんやん。飲めへんやん。ゆきろは全体。なんで片言や。全体。こうは何言うの。俺どうしようかな。あー、いいね。なんで俺自分の決められへんねん。こうに、あの茶粥はあんの。茶粥、茶粥はあんの。こうの顔っぽいないの。そう、こうの顔っぽいやつ。こうのイメージで決めると。イメージ。月見うどんやろ。いや、ちゃうな。もっと濃い。濃い。あー、これやな。ゲステル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 。ノンアルコールビールやん。ゲステル。食べ物ちゃうやんけ。すごいな。難しいな。けどこういうなんかおしゃれのことってちょっとこう、あ、牛丼かな。牛丼とか。いや牛丼お前やんけ。カレーうどんとか。牛丼顔やん。牛丼顔やん。牛丼顔やね。どんな顔やねん。牛やつって。見てみたいっつって。でここやつ。なんでやつって。そうやな。BB のいっちゃん牛丼っぽいとこな。ここかな。ここ一番牛丼っぽいかな。